まもなく勝負どころ。正攻法に構える新田、森沢マーク、 SQS さん両者、脇本3番手ですが車間をここは切っていましたが後ろに下がって深谷が先頭に変わります。深谷、和田、道中から乗って諸橋、9番の新田が下げて4番手、そして脇本は引き切って6番手になります。車間を開けています。縦長の展開、残り周半です。深谷がペースでかけて番手すんなり、和田3番手、諸橋4番手、9番の新田高ポジション、脇本は足を溜めて我慢の6番手になります。残り周4番、深谷かけました。番手和田、そして変わらず諸橋3番手、新田はどのポイントからいくか、その後ろ、しかし脇本が先に6番手、ファンの歓声が上がっているオレンジバンク。さあ9番の新田、脇本まくり合う展開、深谷逃げますが3コーナーにすら並んできた新田、その上脇本行きました。脇本故障で近畿最強タッグ、最後は脇本雄太です。競輪界の第一人者、その強さを改めて今年の第一戦で示しました。ではリプレイで振り返っていきます。まくり合う競争になりました。中段から新田、後方から脇本、深谷が逃げて難関勢を北日本勢が捉え、さらにその上を近畿勢がねじ伏せて、去年の賞金王と一昨年の賞金王、脇本故障の近畿ワンツーを仕切り、脇本そして故障に三着争いは北日本勢の2人、どうか接戦になりました。森沢と新田です。決定までしばらくお待ちください。第12レースでした。4対1対1対3、3番新田がいるの後ろ、まもなく赤番ケージです。新田、そして脇本は7番手、気持ち車間を切っています。赤番周回の 1,2 コーナー、脇本7番手、前段は誘導との車間を切った新田、中段に短期の2人がいますが、脇本今日は早めのポイントを仕掛けていく。新田が流した間に脇本、ジャン3コーナー2センター、新田もここは突っ張りますが、森沢が若干後ろ遅れて、脇本そして新田の踏み合い、打ち合いたところはどうか、まずは脇本で切ったんですが故障が遅れて新田が番手にはまるか、故障もう一度追い上げる7番森沢、その後ろ4番の山崎、そして8番の佐藤です。バックストレッチ2番手もつれた、1番脇本奪い返す、5番の故障を押し込んで、あとは7番の森沢縦に踏み込んだ、あとそして4番の山崎が飛んできて直線、先頭脇本粘る、脇本粘って4連勝、故障が続いて肉薄、場内はすごい歓声、脇本わずかに故障を振り切ったか。リプレイで振り返ります。故障が番手奪い返して新田2番手を攻めましたが、入れ替わって森さんがやってきて、背後から山崎、横に広がって脇本、故障、そして森沢ときましたが、脇本が押し切って新年一場所目は4連勝。去年9月の向町記念以来通算12回目の G3 優勝、そして故障、さらにはどうか、森沢山崎あたり、決定までしばらくお待ちください。番ケージを迎えます。さあ依然として縦1列が続きますが、前9番坂井陽が突っ張っていくのかどうか、1番の脇本は依然として後方7番手を追っていきますが、さあ9番坂井が突っ張る、番手に5番の森沢、3番松浦3番手、4番山口4番手、打者を迎えます。1番の脇本はじっと後方ですが、ここで中段から先に4番山口発進、前9番坂井突っ張って4コーナーから直線、さあ2番の浅井がここは3番手に入って4番山口を迎え入れた、1番脇本は依然として後方7番手で最終周回です。今度は7番手1番脇本が踏んでいます。逃げる9番坂井陽、番手が5番の森沢太、それから4番山口が3番手、後方まくり上げる1番の脇本が現在4番手から3番手で最終3コーナー、一気に前を捕まえていきそうだ、このマークがっちりと7番の故障、3番手離れて4コーナーから直線、1番の脇本雄太、2番手7番の故障、3着争い5番の森沢ゴール、1番7番5番です。依然として縦一列が続いています。さあ中段後方から仕掛けどうか、1番脇本先頭、2番手9番の故障、
そして5番の酒井が3番手。さあ後方から3番山口が内をスルスルっと上昇ですが、さあ前から1番脇本がスパート、レースは打者を迎えます。さあ彼で突っ張って1番脇本雄太が先頭、2番手9番古性優作、5番の酒井を3番手、8番久木原博士4番手。レースはこれから最終周回を迎えていきます。さあ前からグッとピッチ上げて1番脇本雄太主導権、前から9番古性優作、それから5番の酒井陽が3番手、8番久木原博士4番手、後ろ4番片岡由志で最終バック、後方から3番山口健也仕掛けていきますが、先頭を飛ばしていく1番の脇本、この2番手が9番古性、それから5番の酒井、直線コース、先頭1番脇本雄太、マーク9番古性ですが並んだところでゴール、1着からそれどうか。4コーナーからホームストレッチ、残り2周の赤番ケージが見えて、あっと平原と松井が同時に動いていく、前は7番新田も踏み込むんですが、大外から1番脇本、脇本も追い上げていく、脇本もスパートしていく、打賞前にコーナーからバック、脇本雄太がさあ打賞で叩き切ったか、6番松井も抵抗するんですが、脇本雄太のスピードが上回って、9番古性優作離れて山田も懸命に追い上げますが、6番松井が3番手、3番和田健太郎、あとは中段もつれて7番新田雄大、新田が5番手、最終2コーナーからバックスリッチ、脇本雄太、古性優作、懸命に3番手6番車松井幸雄ですが、直線コース、脇本雄太、古性優作が逆転を狙ってくる、古性優作今日は抜いた。中段には9番増木匠、先行力では臨海随一まで成長を見せました9番の増木匠です。後ろは2番平原幸太、8着2着の成績、ここは増木を目標に抜け出し十分です。4番の和田健太郎がつけていますが、ここで3番車清水博人が上昇です。清水も今回は好調です。昨日は幕流込み、後ろは岩津雄介も復調ムード、6番徳島の久米亮、さあこの3車が出切って4番手以降大きく牽制の形、増木が脇本雄太の動きを封じる作戦に出まして、かなり4番で車間を切りますが、さあ1番の脇本発進、これに合わせて9番増木匠も発進です。さあ両者の主導権争いですがどうでしょうか、脇本叩けますか、9番の増木をうまく抑えた、5番の古性優作と言いそうで、7番浅井幸太も3番手キープの形となった。さあ人気の3車が出切った、先頭は1番脇本雄太、そして5番の古性優作、7番の浅井幸太、9番増木匠は4番手の位置はキープ、一方3番清水博とは後方やや詰まった状態ですが、さあ今度は5番の古性が番手をかなり切りました。このまま1段脇本の先行、そして5番の古性直線シャークに追い込んできそうです。5番の古性1番脇本に決まったか。1番脇本雄太先頭、マーク7番古性優作、地元の6番松坂洋平3番手、地元ファンの声援を後押しに戦います。2番車和田健太郎が続いて、さあ動いた5番車の吉田拓也です。関東勢3車途中ラインが上がっていく、1番脇本雄太車を引きます。吉田拓也前に出て、今度は9番の犬伏雄也が動きます。今打賞周回の1コーナーです。犬伏雄也が行く徳島コンビ、9番4番2コーナーからバックストレッチ、5番の吉田拓也3番手に引いて早くも行った、1番の脇本雄太もうジャンで行った、犬伏雄也はここは慌てて踏んでいくんですが叩かれました。さあ脇本雄太、マーク7番古性優作のこの2人が行く、9番の犬伏雄也は3番手です。4番手4番の小倉隆二、そして5番の吉田拓也が現在5番手、6番地元松坂洋平8番手、2コーナーからバックストレッチ、1列棒状です。全く後方は動けない、1番の脇本雄太全開で2センターから今4コーナーに向かっていく、車間を切る7番の古性優作、3番手9番の犬伏雄也が1番の脇本雄太先頭ゴール。第10レース準決勝2組目、